はい、どうもこんにちは。連日工作です。今日も工作やっていきましょう。今日はですね、このスチロール用樹脂、ね、これの使い勝手を皆さんと共に完全解明していきたいと思います。このスチロール樹脂って実は3種類ありまして、まず1個、このクリアタイプですね。そしてグレーのタイプ。で、ハイグレードタイプってこの3種類があります。まあ、ほとんどはですね、このクリアとグレーが出ているものになります。で、それぞれの違いなんですが、まずこのグレータイプですね。これはですね、このものに塗ったかどうかってクリアだと分からなくなってしまうんで、これを塗ってですね、で、後からこう塗装したり、そういうことに使うものになります。で、クリアタイプは逆にですね、このガラス繊維とかを入れて強化したりするときに使うものになります。グレーだとですね、中の空気とかが分からなくなってしまうので、まあ、そんなような用途として使われます。そして最後、このグレーの高機能樹脂なんですが、まあ、硬化速度が非常に高いというところですね。でもう一個が結構垂れづらくなっているということで、高機能なスチロール樹脂というふうになっております。試していきたいと思います。はい、ではですね、計量をやっていきます。クリアですね。あ、こんな感じですね。はい、ではこれを取っていきます。まあ、こんな感じです。で、対してこちらですね。このスチロール樹脂、もう全然違いますよね。これドロドロになってますね。ではこちらを入れていきます。同じく測って 100g。で、通常のその樹脂は、スチレンモノマーっていうバチバチの溶剤が入ってますが、その溶剤だとですね、溶けてしまうんですよね。なので、アルコール系の溶剤が入ってます。さあ、ハイグレードのグレーですね。うん。結構ね、こう、粘性としてはかなり、はい、では3つ比べていきましょうか。まずこちらが普通のクリアです。でこちらがグレーですね。まあ、全然違います。でこちらがハイグレードのグレーです。まあ、こんな感じでかなり違いが分かると思います。はい、ではこれが塗布実験にいきたいと思います。で、促進剤というのがありまして、こちら促進剤なんですけども、こちらはですね、注意点として硬化剤と直接混合すると火が出るので注意が必要です。で、促進剤は約 0.5% ですね。で、 0.5 ってよく間違えるんで 1% が半分というふうに計量できると思います。で、硬化剤も 1% っていうのが、まあ、一番オーソドックスなやり方になるかと思います。なので、まず 0.5 ずつ入れていきますね。混ぜた感じよくわかると思います。まあ、こんな感じですね。色が変わりました。もうちょっと上から見てみましょうか。はい、色が変わりましたね。では次、ここですね。まあ、混ぜた感じもですね、かなり硬い感じがします。で、何度も言うように、これではまだ固まりませんね。
アルコール系の溶剤が入っております。さあではですね、1個ずつ、トップ10件を行っていきます。これについては積層もしていきますので、ぜひ楽しみにしてください。はい、では硬化剤を入れていきます。 1% なのでさっきの倍ですね。さっきの倍になります。はい、ではこちら入れていきます。そうすると硬化が始まっていくので、ちょっと1個ずつやっていきたいと思います。こちらに塗っていきます。かなりですね、塗りやすいですね。でこれですね、塗り残しがあると塗装した時に溶けてしまいますよね。なので、こういう色がついているというものになります。これはちょっとね、無地で塗っていきますが、これいきましょうか。ではちょっとこれね、雑で申し訳ないですが、これをですね、塗っていきたいと思います。これはね、塗った感じは普通の樹脂と変わらないですね。それほど本当に変わらないです。で、特徴としては匂いがないことかなというふうに思います。これで、これはね、わかりますね、これ。これはわかります。どこに塗ったかっていうのがわかりますね。そしてスタイルフォームに塗っております。これを使ってみます。刷毛をね、変えてみます。こういう部分ですね、こういう部分はこういうものを使って塗っていく方がいいですよね。はい、では最後の高機能型いってみます。さっきよりですね、柔らかいですね。やっぱり圧倒的に柔らかくて、こうやっぱり塗りやすさが全然違いますね。見て分かりますでしょうか。塗りやすさが全く違いますね。塗りやすいという特徴がありました。実際に塗ってみますと、こんな感じですね。はい、それで、次の実験としてはですね、薄め液を使って希釈してですね、ジャストの硬さに合わせることで、どのくらい塗りやすくなるのかっていうのをやってみたいと思います。こちらが、専用の溶剤になります。こちらを少し入れてみてですね、そして試してみたいと思います。専用の溶剤によってですね、かなり柔らかくなって塗りやすさがアップするんじゃなかろうかという実験になります。ただね、その分膜厚も薄くなるので、これはね、やっぱ注意しないといけないところではあるかと思います。これもね、さっきと見て分かる通りですね、どんどん伸びていきますね。伸びがやっぱり違いますね。で、かなりこう
生産性としては上がってくるけれども、溶けやすいので塗り残しがあるとですね、そこは注意がいるかなと思います。でこの化繊刷毛っていうのは結構ね、腰が柔らかい刷毛なんですよね。でもこれ問題なくね、こう伸びていくので相性としてはね、すごくいいような、この刷毛の相性もいいと思います。でスプレーで塗る場合もありますので、まあ、それはね、場合によって切り替えていただければなと思います。スプレーのね、動画もありますので、そちらも見ていただければなというふうに思います。はい、というわけでどうでしょうか。このね、3つとあともう1個あるので、この辺はね、でこちらも固まってきました。でこちらも固まってきました。というわけでね、もう固まっているので、実際の硬さについては明日実際に取り外して見てみたいと思います。というわけでまた一旦離れます。はい、これからあれから、まあ、数日経ちましてですね、いよいよ本格的に固まっているので試してみたいと思います。硬さですね。でまずですね、この塗布したこんな感じです。で硬さは、まあ、そんなに硬くないかなと思います。ここは何もやってない。どうなりました。はい、ではグレーのものですね。やっぱりね、こういうところにちょっと塗り残しが出やすいなあという、あとですね、よりこの凹凸が出やすいのかというふうに思います。で分かりやすいのがこちらですね。この筋が見えますでしょうか。でこちらの方が目は綺麗になってますよね。こんな感じで違いがあります。硬さはやっぱり硬いですね。こっちの硬いです。やってみます。これね、へこんでますけど、こちらはちょっと斜めへこみで、これ理由が、まあ、おそらくありまして、こちらの方が粘性がかなり高いので、膜厚がやっぱつきやすいっていうのはあるかと思います。薄いところでやっぱりね、ちょっと押しやすいので。さあこちらですね。でこちらも硬いですね、かなりね。硬いです、うん、どうですかね、同じぐらいの硬さになっております。でやっぱりね、こういうところ塗り残しの部分で見ると違いが出ているかなというふうに思います。これグレーの上にこの透明塗ってますね。わりかし綺麗な仕上がりになっているかなと思います。はい、では次にこれ塗布だけですね。これはですね、なぜかね、非常に硬いですね。相当硬いです。これ今押してるんです。おそらく理由がありまして、このスチロール材ってこう巣穴がいっぱい開いてるんですよね。なのでそこにこう樹脂が中に浸透して岩盤層を作ってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、なので硬い。で一つ言えるのが、その素材によって硬さが当然変わってきますよということですね。でこれはもう FRP です。一層入れてるのでもう指入らないですね。で当然この剛性も変わってくると思います。こちらはね、ちょっとたわみますよね。これたわみづらくなってます。この違いが、色もですね、こんな感じで違います。違います。さあ次ですね、こちらが通常のスチロール用樹脂です。ちょっとこう筋がね、やっぱり出ています。あ、
こちらですね、こちらが通常品ですね。お筋が、ね、出てます。見えますかね。表面は硬いですね。かなりカッチカチになってます。ただ指で押した時に若干入るかなって感じですね。さあ、この高機能品ですね。表面はわりかし綺麗ですね。で、まあ一応硬い感じになるものです。はい。で、樹脂の色目に関しての一つのティップスになります。入れる量とか膜厚によって色が変わる。これ全く同じ樹脂なんですけれども、色の違い分かりますでしょうか。この膜厚が厚い方が当然、透明度は下がりますし、膜厚低い方が透明度は上がるみたいなものになります。で、今回もう一個あるのでちょっと持っていきます。はい、こちら魚の模型になります。これマシニングセンターで切り出したんですが、これね、かなりカッチカチですね。カッチカチなので、このぐらいまで塗るとわりかし強度も出るのかなというふうに思います。こういう尻尾みたいな、こう割れやすいところも強化できるというような使い方もあるかなと思います。で、ここから削り出しもできるかなと思います。はい。まあ、そんな感じですね。というわけで、今回もご覧いただきまして、ありがとうございました。ぜひですね、これを使って、いろんな工作をしていただければなというふうに思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。コンテンツが気に入りましたら、チャンネル登録や高評価をいただけると嬉しく思います。また応援ありがとうございます。コメントいつも楽しみにしております。